ったけー、どまりでーす。やっほーみんな、お久しぶり、まりです。はい。テンション高めなんですけども、皆さんお待たせいたしました、待て。みんな元気にしてた？ということで、今回はですね、ただん、目の前にある通り、新作の、みんなが大好きな甘い季節でもなんでもないわ。チョコパイとホワイトチョコを食べながら雑談するという企画になっております。みんな食べる企画好きでしょ？早速食べていくんですけど、私ね、毎年、チョコかホワイトチョコがあると思うんですけど、毎回ホワイトチョコを食べてて、ちょっと苦手なんですよ、チョコパイが。今年はまたなんかちょっと違うみたいな友達が言ってたので、どんな違うものか食べて決断していこうと思います。レッツラッゴー！私、先週ですね、丸々一週間お休みしてたんですけど、申し訳ございませんでした。休んでた理由がですね、私、風邪をひきましてですね、高熱を一回出しまして、コロナとかじゃないんですよ。PCR も受けたんですけど、全然コロナじゃなくて、ただの風邪ということでですね、未だにちょっとまだちょっと声がガラガラしてるみたいな感じで、でもだんだん治ってきたので、全然大丈夫です。心配かけました、本当に。皆さんごめんなさい。なんでこんなテンション高いんだろうね。テンション高いのは多分久しぶりだからと思うよ。まあ、一旦チョコからいく。やっぱ王道のチョコ。いただきまーす。私最近めちゃめちゃ女子力上がってですね、自分から料理をするようになりました。インスタとかでおすすめとかってあるじゃないですか。おすすめ欄が全部料理でボワーって埋め尽くされてて、もうそれくらい最近自分で料理するのがすごく好きで料理してます。急に女子力が上がりました。はい。出てきちゃった。なんかさ、ごめん、本当ごめんなんだけど、久々すぎて何で喋ればいいか分かんなくて、喋り方忘れてる。喋り方忘れちゃった。大丈夫かな、これ動画10ある。大丈夫、本当に。美味しい、これ。なんか苦くない、今年のチョコ。ちょっとスキピのお話ししたいです。皆さん経験はありますか？好きな人になんか作ってあげたいとか、料理してあげたいなとか思ったことありますか？スキピが喜ぶ顔を見たい、だから料理をする、ありますか皆さん？私はですね、別になんか自分の手料理を食べてもらうとかはなくてですね、でもある日突然、私この人に食べてもらいたいっていうのがこの17年間生まれて初めていましたんですよ。いましたんですっていうか、いたんですね。でもうめっちゃ女子力上がって、その人がなんか美味しそうに食べてるところとか見たくて作っちゃうとか、なんかそういうの今までしたことがなかったから、なんかそういうのを皆さんしたことあるのかなみたいな、誰かに作ってあげたいみたいな。うちバレンタインとかでも作ったことないんですよ、好きな人に。まあ作ったことはあるんだけど、あげたことは別にそんなないわけ、一回しかないんだけど、みんなはあるのかなみたいな。なんか最近のその休みで、この1週間の間 SNS 投稿しないで家にいた時とか病院に行った時とか、なんかすごくやっぱりインドアなんですね、私。すごく結構インドアなんですけど、家にいるのがすごく好きなので、めっちゃ落ち着きました、家にいた時が。でも日が経つのが早すぎてびっくりしちゃう。もう早いんだもん、めっちゃ猛スピードで日経つから、え、もうみたいな。うん、去年ホワイトチョコだったけど、今年チョコパイかも。めっちゃ甘い。うん、
うん、これも聞いてほしい。うまいのやめもいいかもしれないんだけど、料理した後って自分が作ってるからかわかんないけど満腹になっちゃうのよ。なんかお腹いっぱいになっちゃうから半分とかしか食べれなくて、え、そういう経験あります？皆さん、それが悩みで最近半分しか食べれないから、まあでも次の日に取っとくんだけど、なんでこんなにちっちゃくなっちゃったんだろうなみたいな悩みで。でもやっぱり健康的なご飯とか食べたいじゃないですか。やっぱりいっぱいなんか品揃えがいいご飯にしたくて、めっちゃおかずとかめっちゃ作っちゃうんですけど、おかずめっちゃ作るくせに食べれなくて全部なんかあげちゃうんですけどみたいな。皆さんちょっと不思議に思ったと思うんですよ。少しあれ、マリちゃん今日系統違くないみたいな。またちょっと白黒のね、あのストリート系の女の子に戻りたいなと思いまして、かっこいい系に行きたいです私。はい、だからいいブランドとかあったらコメントで教えてくださいまし。なんか最近さ、無駄になんか踊っちゃうんだよね。本当に悩みで、それがお前は悩みをいくつも抱えてるんだっていう話なんですけど、もういくつもあるんです。めっちゃ聞いてほしい。私やっぱり人見知り出ちゃうからさ、スキピがねかなり明るい人なの。結構うわいみたいな、わっちゃけてるタイプの人で、明るさと真反対にめっちゃ静かなのね。自分がなんかさ、なんて言うんだろうな、個人的に心開いちゃったりとかすると結構落ち着いちゃうタイプなの自分って。すごい静かで、もう幼馴染にもこの間会った時にスキピとマリとその幼馴染で遊んでたの。そしたらその幼馴染に、まるまるくんといる時と私たちといる時のマリって全然違うんだよねみたいな言われて、なんでみたいな、もうなんで今ここにいるのみたいなって、その幼馴染からしたら、なんかいつもいるマリは声のトーンも低いしみたいな。やっぱり幼馴染なんて慣れてるんですよ、お互いにね、性格とか分かり合ってるから。なんて言うんだろう、私もそのあんまり顔に出ないから、顔に出ないし喋ってる時も声のトーンが低いらしくて、でも見る目が違うみたいな、ずっと見てるみたいな、もうマリはうっとりしながらその人のこと見てたよみたいな。こうやってどれだけ隙バレしないかが大事だなって私思うんですよね。肝心なとこちょっと一旦シャカチキ食っていいですか。すいませんデレデレすぎて多分相手に隙バレをしているんじゃないかというあれですね。そう、隙バレをしちゃっているんじゃないでしょうかっていう。やっぱりあのファンの方もね、マリの恋愛事情気になるとか言ってる子もいると思うんですけど、別になんかまあご想像に全部お任せしちゃいます。私は個人的に SNS とかで別に公表するつもりがないっていうか、こうやってお話くらいはするんですけど、別にスキピをなんか公開するとかはするつもりは今後もないかなみたいな。マリちゃんはスキピがいるんだって思ったら温かくね見守ってくれてたら嬉しいです。例えば街中で見かけちゃったとしても、マリちゃんスキピいたんだって感じで決めた。みんなって好きな人のどこを見ますか？顔ですか？価値観ですか？ツボが一緒とか優しさとか何を見ます？一番価値観はちょっとすれ違うのはみんなそうだよ、人間なんだし。それ受け入れるか受け入れないかがやっぱり彼かのっていう関係性だと思うし、笑いのツボとか一緒なのがめっちゃいいよね。はい、ということで久しぶりの私の好きのお話と風のお話をしました。適当な、ね、雑談になったんですけども、最後まで動画見ていただきありがとうございました。動画がいいと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 TikTok、Twitter、Instagram もやっていますので、ぜひ概要欄からチェックよろしくお願いいたします。それではみんな、グッバイモーモー。